1792年出版の英語訳、自省録、マルクス・アウレリウス教蔵西暦117年当時のローマ帝国の最大版と、自省録は第16代ローマ皇帝のマルクス・アウレリウス・アントニヌスが政治家としての日々の悩みや自らの行動を顧みる言葉などを書き留めた12巻からなる備忘録である。公文書ではなく、あくまでも個人的に日々書き留めたメモ書き、覚書であり、不特定多数の人に見られることを想定していない。すなわち後世に12巻にまとめられ出版されることを前提としていないため、書物として見た場合、論理の飛躍や前提条件を省略するなどの特徴が見られ、内容も一貫性や連続性はない。最後の語検定でもあるマルクス・アウレリウスの時代は、ローマ帝国の繁栄に陰りが見え始めた時代で、洪水など、各地の天災や飢饉そしてペスト、またローマ軍最高司令官として敵の侵入や各地の反乱そして部下の離反など日々苦悩の連続であり、なんとか解決策を見出そうと自問自答する毎日であった。後期ストア派の哲学者としても知られるマルクス・アウレリウスのこの覚書は彼の思想を直接知ることができるものである。なお、マルクス・アウレリウスはローマ人であるが、全編、ラテン語ではなく、ギリシア語で書かれている。これは、当時ギリシア語は、地中海世界で、知識人が使用していた言語であり、マルクス・アウレリウスがギリシャから広まったストア派哲学の研究者でもあったためである。現代は、タエース・ヘアウトン・イプシロン・アルファ・ウプシロン・タウ、ニューで、意味は、彼自身へのものだが、この題名をつけたのがマルクス自身だったかは定かではない。日々、個人的に書き留めた短い散文の集積であり、一貫性は持っておらず、また同じ主題が繰り返し登場することも多い。内容は彼自身の哲学的思索に限定され、ローマ帝国の当時の状況や職務上の記録ではなく、政治家としての強い主義主張もない。しかし、そのことが、後世に思想の異なる政治家や他国等によりこの自省録が抹消されることもなく2000年近くにわたり残った要因ともされる。構成としては12巻に一応分かれているが、その巻を区分したのもマルクス自身だったかも定かではなく、また一つの書物として整理された構成でもない。これは本書が著者の内省のために書かれ、本人以外の者が読むことを想定していないことに由来し、故に内容の要約は難しい。第1巻のみは他巻とは明らかに異なり、自分への語りかけではなく神々や自分の周囲の人々への感謝を記したものとなっている。故にこの巻は最後に書かれ、本来は最終巻に配置される予定であったという説もある。第2巻と第3巻の冒頭には書かれた場所、状況が記されており、ここからこの2つの巻については、執筆年を推定することができる。ただし、これらは第2巻、3巻の冒頭ではなく、第1巻、2巻の末尾に書かれたとする説もある。第7巻と第11巻で、それぞれ一部の章は、プラトンやエウリピデスなど他者からの引用となっている。後期ストア派の特徴とされる、自然学と論理学よりも倫理学を重視する態度や他学派の心情をある程度受け入れる折衷的態度が見られる。例えば、たびたび現れる死に対して精神を平静に保つべきといった主題においては、ほぼ常にエピクロス派的原始論の死後の魂の離散が死を恐れる必要のない理由として検討されている。文語訳2点とも近代デジタルライブラリーにて閲覧可能。現代語訳その他。ありがとうございます。